何いると思ったら、嘘、やっぱなんか変よね、なんか変なんだ、さっきからファンルーム出てんのにファンルームに入っちゃったり、なんかおかしかった。やっぱりなんかおかしいんだ。黒猫、お、みちさん、今度は始められたね。そう、始められた。よかよか。イベントでもらったやつ、そう、みんなからもらったやつだよ。よくわかったね。天才かも。ラホー。ヘッドバン。もう始まったけど、そう、すっぴんかわいいの、すっぴん、お尻に天才一生。みんなこんばんは、元気だよ。何食べてんの、ゆうきの大好きな芋けんぴ、花火の芋けんぴ、名古屋に売ってるから、みんな名古屋行った時に買ってみて。これはね、かこちんのママがくれたの。名古屋のやつ、名古屋じゃない、名古屋、うん、シャンシャン、タコちゃんありがとう。松竹さん、タコちゃんありがとう。始まってるよ。お風呂もう入っちゃったんだ、眠すぎたから。わがちゃん、たこちゃんありがとう。わ、みゆも楽しかった。ともひろさん今日はありがとう。ゆきりん今日はありがとう。だってツイッターも見っけた、多分多分だけど、ともひろさん今日来てくれてありがとう。逃げそったん、にゃんにゃんじゃないよ、あれ、あの猫ちゃんとは別物だよ。どういうこと？シェリローがどうしたの？ほんとだ、まだいんの？いい朝でした、ありがとうね、ほんとに忙しい中会いに来てくれて。何てか何やってんの？シェリローはひーちゃんが一番シェリーって叫び続けてこうなったん？ミカエルがまた名前変わったん？そう、激うまいもけんぴ、ちょっと反省会をやってまして。なんなの？反省会？何反省会って、何すんの？違う、楽焼きじゃないよ。ワットイフいいね。推しのどこが可愛かったとかみんなで話し合ってました。ミカエルさん、今度お願いします。それ反省会じゃないですやん。ユキリンなんか、ボール苦手なのに。認知能力めっちゃ高いよね。私マジでファンの人のねこと忘れない、特に自分推しの人、絶対そう、絶対私ね変な能力高いと思う。てか思うに勉強が嫌いなだけ、私嫌いなことはとことん嫌いなの、でも好きなことはとことんその代わり好きだから、だから本当になんかジェムの会議とかでもそうだけど、好きなことはとことん好きだから、そうだから、そう、春尾さん、金沢さんやばいって話で盛り上がってました。ちょっと待って、それは詳しく
何？金沢さんがヤバいって話で盛り上がってたの？ちさおたが今そうやって書いてたけど、それを詳しく聞かせてもらってもいいですかね？なおや覚えれるように頑張ります。ゆうきの推し以外のこともよく覚えてると思う。うん。ね、どうやばいの？猫がやばいレベルの可愛さだった件。いや、リーダーとしてとか対応素晴らしいとか。え？嘘！呼んで！録音して送って！嘘。今度ハリネズミのアイコンですっていうね。分かった、覚える。嘘、そんな話をしてくださってたの？本当？本当に？嘘、そんな？嬉しいね。嬉しいから食欲も増しちゃうよ。しげやきのこともよろしくお願いします。覚えてるよ、しげやきさん。一緒に来たもんね、ともひろさんと。今日ともひろさんの次に来た人でしょ、しげやきさん、しげちゃん。勝手にあニックネームで呼んじゃう。きゅうやく覚えてますか？覚えてるやん、当たり前やん。そう、覚えた。今日の仮装最高に可愛かった。春尾さん教えてくれてありがとう。ゆうきはおかげで今ご機嫌だよ。嬉しい。ゆうきの話で盛り上がってくれたんだって、ゆうちゃんズの皆さん。嬉しいね、嬉しいよ。仲良くなったゆうちゃんズの方とゆきりんについて語ったよ。嘘、詳しく。あんな秒数で覚えられるのは素直にすごい。覚える覚える。機嫌がいいゆきりんを見るのが好き。うん。いけない、ゆうちゃんの皆さんのためにも怖くとゲーム2ん、何それ、何度いた、拝んどいたか。推しがご機嫌になりました、ありがとうございます。姫カン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 でゆうちゃんとも喜び。今食べてるのは芋けんぴです。夕飯ぼんじり食ったで。いいぼんじりや、まず。あるさん、あるさんお久しぶり。歓喜、歓喜って読むんだって。うん、ゆかりん花束ありがとう。ゆかりん、ゆかりんも来てね。ぼんじり嫌とか言うなって言われた、ごめんね。嬉しい、ゆきの話。辻さん、辻さん、タコチューありがとうございます。結構ノリノリやったやん。じゃあぼんじりポーズじゃなくて本物のぼんじりが嫌。よいしょ。今右手ね、使えないの。なんでって、持ってるから。だから左手でコメントスクロールするのがちょっと難しいんだよね。夢のつぼみ聞いて号泣してる。嘘、ゆかりんさんに会ってみたいって。こいちゃん、タコのことキノコのオセロ、私もかなりだったけど、ゆきちゃんの方が。私マジでね、マジでね、マジで勝ちたくて、マジでね、やばかった。ゆかりんこんばんは。カンカン読めるわ。ゆかりんさんに会いたい。ゆかりんさんも会ってみたいです。こんばんは。
シードラゴンさんだ、久しぶり。たけのこや。今日で収録分全員認知できたかな。こんばんなることかもみんなの今日のゆきりん。今日のゆきりん、今日のゆきりん、評判すごかったもんね、だって。くーもうマネージャーさんに感謝だね。ともぐいてあるさん、そう、26日のルナ公演ソールドアウト間近だよ。母さんお花ありがとう。なんかすごい、今日いっぱいコメントで嬉しい、ゆき嬉しい、揺れてる。ほんとの残りわずかになった。そう、残りわずかだよルナ。ゆきちゃんの字リードで力なかったです。松竹さん、てこちゃんありがとう。夢コックス、てこちゃんありがとう。シェリード、ハートありがとう。すごい、今日のゆきちゃんは特に可愛すぎた、だって。東平ありがとう。うん、シェリード、ハートありがとう。今日のコスプレやん。ともひろ、てこちゃんありがとう。タコッチュー誰って顔された。え、そんなことないよ。ピカチュウみたいって。シャンシャンだるまありがとう。いいな、果物。おめでとう言うはずが猫見て固まっちゃった。どういうこと。シードラゴンさんありがとう。ハリネズミ、皆さんに会いたかったです、だって。ともひろさんが思い切り首をかけていたけど、嘘、ごめんね、聞き取れなかったんかな。松竹さん、たこちゃんありがとう。今日はゆきちゃんにもゆうちゃんずにもあら煽られた一日だった。でもね、東平ね、あのグループショットでね、隣に選んでくれなかったんだ。かわいすぎて言葉出てこなかった。あ、そういうことね。やすさん煽る、読むよ。あ、なおや、なおや、たこちゃんありがとう。かずくん、たこちゃんありがとう。今日もありがとう。せつくんありがとう。練習お疲れ様ね。ケタラスもっと言ったって。うん、そう、グループショットってあるの。ふん、仮想版でマネージャーさんに選んでもらった。私はともひろ、たこちゃん、お、いっぱいだ。ちょっとすっぴんだとさ、余計恥ずかしいんだよね、今思った。ともひろありがとう。たこちゃんいっぱい、そうそうそう、結局そうなんやって。もなおや、あ、そう、なおや、あ、チャンマンなんだって。でもあれなんでしょ、1位になったからね、ツイッター見た。普段からありますよ。なんかマネージャー、みんななんか好きなの言ってみたいな、で好きなのないと思って、でマネージャーさんに何がいいと思いますかって言って、マネージャーさんいろいろ調べてくれて、で、あ、辻さん、こちらありがとうございます。嫁コックス、こちらありがとう。
で、なんか、あん、直屋、たくちゅうありがとう、マジだっけ、たくちゅうありがとう、マックス、マックス今日来ようとしたのに来てくれなかったっしょ、待ってたぞ、やっす、たくちゅうありがとう、今日来たかった、来てよ、恥ずかしがれ、あー、ド S だ、ド S がいた、嫌いじゃない。なんだっけ、話すの忘れちゃった。嫌いじゃないじゃねえよって。なんや。たこちゃんありがとう。何の金ド M 説何の話してたっけ、笑ってる、うん、そう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 、でみんなは自分たちで決めてたの、寝行きだけ決まんなくて、でマネージャーさんに選んでもらって、でなんかバニーちゃんみたいな、バニーちゃんみたいなやつか、この猫ちゃんのかで、その中澤さんが迷ってて、で結局猫ちゃんにして、ずっとねーって、これ大丈夫かなってずっとずっと言ってて、そんで、マチタケ、タコちゃんありがとう、嫁カックス、タコちゃんありがとう、ねえちょっと恥ずかしい、シャンシャン、タコちゃんありがとう、そう、そんで、そうそうそう、ね、猫苦手なのに来ちゃった、で、あー、みんなもう、ともひろ、タコチューいっぱいありがとう。うん、ありがとう。これが、なんだっけ。あ、そうそう。そんでマネージャーさんに決めてもらった。不安になりながら来て、でなっちゃんが猫やー言うてくれて、でみんなの前に出て、すーごいみんなが褒めてくれてテンション上がっちゃったよね、みちさん、たくちゃんありがとう、嫁コックスありがとう、あ、嫁コックスケタロスありがとう、うん、にやけてるの、タコちゃんくるさ、黒猫ユキリンじゃないと似合わんよ、マチタケ、ケタロス投げてくれてありがとう、マチタケ、タコちゃんありがとう、ケタロス投げて損した。確かに無駄に名前呼ばれるからね、嬉しい、仮想の感想、うん、超嬉しい、嬉しいよ、マジで安心した、マジ、え、ユキだけ普通じゃんって なるかなとか思った、グルシャでモチベバ爆上がってます、でももっと喋りたかったね、なおやも、嫁コックスさんもツイッター書いてたけど、はぁ、なんで、なんで、ミカエル、なんで、なんで、
寮長候補なんで？ユキ今寮長だからね、ちなみに。え、なんで？ミカエル？なんで？で笑われてる。だってなんで？謎すぎる。なんで連発？わるわるわる。え、だってなんで？ってなんで？どうして？え、どうして？どうしたらいいの？ちょっとヤッホーなんでなの？変ね、なんで？お酒良くないよ。お酒吐き出そう。なんで？ちょっと待って、手拭くから。ちゃんと手拭くから。動揺してる。だってこんなイベント終わりに、なんで？お酒関係ない。お酒関係ないの？ミカエル、なんで？どうして？どうしたの？どうしたらいいの？ミカエルちょっと見えてますか？歌おう、歌おう。え、何？どちわのキス？え、何を？え、ミカエル、ありがとう、マコマイ！イン！日本の中心から愛を叫ぶバージョン、ミカエル、ありがとう！ありがとう！ありがとう、マコマイ。からの？え、ミカエル、わなキス行こう。声でかって言われた。せーの、パーとパーを合わせたら、ミカエル、ミカエル、ありがとうケール。あ、間違えた。ちょっと待って、久々すぎて脳動かんて。ミカエルでしょ、ありがとうエル、合ってるやんか。パーとパーを合わせたら、ミカエル、ミカエル、ありがとうエル。I miss you, 会えない時は、あれ私ケルって言ったの。 I miss you, 会えない時は、 You miss me, 押さないでたいな、ミカエルだけの雪になって行ってみたいの、ミカエルチュッチュありがとう、ありがとう。かわいいって嬉しい。ふー、照れた。一緒にして照れちゃった。ちょっと恥ずかしいね。かわいすぎる。大事、かわいいな、ほんまに。ちょっとやめて、ちょっとそんな褒めないで。ちょっと恥ずかしいスイッチ入ったちょっとやめて、冷静になろう。でミカエルはどこに行ってんの？ありがとう、本当に。なお、すっぴんでチュッチュって言ってますって、辻さん。そうじゃん、やだ、はず。こんなあれじゃないんで、マザイク。そう、すっぴんいいね。絶対そう。ありがとう。今日ね、ちさるんとちゃんまんとかこちんとご飯寄って帰ってきたよ。ゆきりんのすっぴんが好きなんだ。それやばいね。それ生きてるうちで女の子って多分一番嬉しいんじゃない？ゆう、嬉しい。ご飯になりたい、ご飯になりたい。やばい。そういえばすっぴんなんか可愛すぎて、うひー、ありがとうご飯はね、美味しかった。え、すっぴんの方がどけなくて好き？いや、本当にどうもありがとう。マンモーさんだ。マンモーちゃん、こんばんは。すっぴん可愛いよ。やめてやめてそう、何の話だっけ。
あ、そう、ご飯ね。あ、そう、ご飯ね。あのね、王将って知ってる？王将っていうとこに行った。リオリアさんありがとう。マモさんありがとう。そう、餃子の王将ってとこ。あ、みんな知ってるっぽい。みんな知ってた。そこに行った。今日、カコチンが誘ってくれて、びっくりした。美味しかった。美味しかったよ。あ、めちゃ美味しかった。びっくりした。美味しかったよ。約王将用語で頼んだ？何、王将用語って。ゆうきに王将似合わへん。いいねして。え、おいしいのして。え、みんな行ったことある？ゆうきね、王将ね、人生でね、3回目。1回目はね、1回目は AKB の大場美奈さんとみなるんさんと、マリアギさん、長尾マリアさんと、ゆうきと阿部マリア、マリアとみなるんさんとマリアギさんとゆうき4人で行って食べて、で2回目はサラランとカコチンと、サラカコチンに誘ってもらって行って、で今日3回目。でも1回も王将のラーメン食べたことないの。ラーメン食べたことない。地震？ね、またユキんとこ時差で来るパターン？ねえ、ほんとに嫌だったよ。私この前も時差だった。コメントの方が先だったよ。怖い。揺れてないよ。どこ、どこで地震？東京の人。東京揺れてない。どこだ、どこの人、どこが揺れてんの？栃木は揺れた。多摩地区。北関東だって。バターが揺れてます。 と茨城？え、大丈夫？茨城だって。ね、大丈夫？栃木の人大丈夫？震度 2？ 大丈夫かな？震度2だったら。ん、順平めっちゃ久々じゃん。こんばんは。ねえ、最近地震が多くてさ、マジでさ、この前の雪見たら分かるけど、本当に私どうしていいか分からなくて。大丈夫？みんな。大丈夫かな。たかさん、怖い。
全く気にしない人？今はね、みんなの無事をちゃんと確認してね、東京も大丈夫って知って、今検品。海賊。ハロウィン楽しかったね。どうしたら黒猫の飼い主になりますか？飼ってくれるの？マコトン、タクチューありがとう。あ、家具ね、家具気をつけないと。ねえねえ、だから餌代やばそうって、なーに、なんなの本当に。ねえ、代違うよ、嫁さん。君僕のコールを真剣に考えてますな。君僕のコールを真剣に考えてる？どういうこと？美容代高そう。今日行きたかったけど来れなかったね。来てくれるかなって一瞬思ったよ。おバカな猫だと家帰ってこれなくなりそうだね。お家出ないもん、ゆう。飼い主と一緒じゃなきゃお家出ない、勇気じゃないって言ってた今日の猫。ゆきちゃん好きよって、本当？まほちゃんしか知ってるよ。ああ、勇気は決める、嬉しいな。かこちゃんしか、けどゆきちゃんもそうやってお世辞でもやってくれるの嬉しい。見た目は猫でも性格は犬なんだよな。なっちゃんにも前言われた。きたろさんありがとう、ひろさんありがとう。なおや、あ、なおや、そういうこと言うんだ。そうだったらゆきにも考えがあるぞ。ないけどね、愛してラブル。ストーリー、ゲイさん、ゲイさんおはよう。なんかね、なっちゃんがメンバーのこと一人ずつ撮ってたじゃん。でなっちゃん猫好きで、猫飼ってるからいろいろわかるじゃん。だから猫っぽいね、こうやってポーズして、座って、手ここに置いて、こういう角度、ちょっと待って、この角度みたいな角度合わせてくれてね。で目だけ、顔はそのまま、目だけこっち向いてって言って、でもっとリラックスして、なんかポカーンとした顔をしてって言われて、あ、でなんか撮ってもらった。あ、猫、これが猫やっつって。そう、なっちゃん猫好きだから。だから一生懸命撮ってたから、みんないいねしてね。猫っぽかった？なっちゃんの勇気。ふん、癖になる。いいね、100回した？不思
尻尾。猫って尻尾触られるの嫌なんだって。全部保存した？本当？あれはいた。ねえ、なっちゃんも可愛かった。ラナチンのはラナチンが選んだらしいよ。もうね。で、一緒に探してて、で私もうラナこれはってすぐラナチンに見せたの。本当に。猫も可愛いけどすっぴんのが好き。何それ、何その褒め言葉。どうも。いやー、本当にラナちゃん本当に楽しみだった。うん、歩いてんのマジで可愛いの。初見ありがとうございます。うん、みちさんありがとう。マジでね、朝からすっごい笑った。早く着替えてって言ったの。うん、本当に。うん、ヨメさんありがとう。ヤブありがとう。うん、あれ似合うのラナちゃんしかいない。お腹空いてるの？そう、空いちゃった。うん、嫌って言ってたの。うん、一番保存してるし、ありがとう。確かに、でもみんならしかったよね。緊張しちゃった。晩ご飯食べてないの？食べた。別腹、芋けんぴだもん。ねえ、真帆も可愛かった。そう、王将っていうとこ行ったよ。王将っていうところすっごい安くてびっくりした。これご飯なのかなって思うぐらいの値段。本当にみんな行ってみて。ブランク？ブランク。他の子の記憶あんまりない。うん。ね、ゆきかわいかった。みんなかわいかった、マジで。そんな珍しい感じ。あ、そっか、みんな知ってたんだ。猫、そう、苫小牧にないの、王将っていうとこ。うん、ゆきいっぱい見てくれた。ハリモグさん、だるまありがとう。今日もありがとうね。王将に行きたくなってきたって。王将っていうとこラーメンが、ん、じゃあ餃子が有名なんだって。でもラーメンも餃子も頼んでない私は。ともひろ、こっちはありがとう。ともひろだるまありがとう。そうか、餃子の王将っていうのか。ともひろだるまありがとう。そう、ラーメンと餃子頼まなかった。うん、まつたけこちらありがとう。え、なんかすごいんだけど、みんなじゃあ何食べたのって。ともひろだるまいっぱいありがとう。え、何食べたのってみんなすごい驚いてきてるんだけど、ね、なんだっけ、味噌、肉味噌炒めみたいなやつ。天津飯、うん、ラーメン食べた。レモンサワーか。お酒飲まないよ。
王将で、王将で。お米食べてない。正直こってりだったでしょ。生ラうまかったよ。いや、こってり好きだから。味濃いの好き。玉ひろありがとう。すごい紫のだるまいっぱいくれてる。みんな王将知ってるんだ。そう、ちょっと食べちゃう。なんか今日コメント多くて生ら嬉しいんだけど。そう、餃子食べてないの。王将の餃子食べたことあるのかな、ゆき。だけど前回行った時はホイコーロー食べたよ。イベント当日だから。だるま500個、ありがとう。ともひろ、ともひろ本当に若かった。本当に21歳だった。黒猫効果でやばいね。だとしたらすっぴんかよってなるよね。いいの、あれとは別物だ。今日イベントだったよ。猫より嬉しいで。じゃん、本当？会話に入れろ。ミカエル優しい。今日はミカエルからまだ寝ろって言われてないからね、いいんだって。今日は寮長が言ってる。寝ろ寝ろおじさんになってないからまだね。おじさん言うな。そういう意味のおじさんじゃない。若くても何でもうるさい人のことの丸々おじさんって言うでしょ。例えば仲いい同級生の子が野菜食べる食べるって言ったら野菜おばさんって。ニッキリンかわいいおじさんですが、何か
ていうかな、今チサオタって入ってんの見て思った。チサルのファンの人ってチサオタっていうの？今更なんだけど、チサオタなのかチサおじさん、チサオタなのかチサメおじさんなのかどっちなの？チサオタ、チサオタって言うんだ、すごいね、それもすごい名前。ちさおたってすごいな。なんだやんだ、みんなのことおったって呼びたくない。ちさおたの中のちさみおじさんなんだ、むずー。なるほどね。うん、今日ゆうきもね、楽屋でゆうちゃんずのお話したよ。ゆうちゃんずが本当に人すぎてやばいって。本当だよ。ゆうちゃんズがみんないい人って。言ったよ。だから他のメンバーからゆうちゃんズはみんないい人だよ。永遠と食べちゃう。マジで誰かこれを取り上げて、私はもう全部食べてしまう。相当やばい。山盛りにあったのにもうこんだけ。丸くなったわ言うな。そんな食べるからぼんじりなんよ。それはやばい。そう、これめーっちゃ美味しいの。まるでダイソン。なんで掃除機？あ、いっぱい吸いとるから。芋けんぴりんって。喉乾きそう。私喉乾かない。松茸、タコチありがとう。シューマッハさん、タコチありがとう。喉乾くけどご飯食べながら乾くことはない。ヨメコックス、ケタロさんありがとう。ズッキー、タコチありがとう。ヨメコックス、ケタロさんありがとうってなんかおかしいね。ヨメコックス、ハリネズミありがとう。ボンジで成長しちゃうのはやばい。絶対嫌。
でもさ、冷静にさ、なんでさ、10月がさ、ハリネズミなんだろう。マジタケさん、ハリネズミありがとう。思わん？思う。植物じゃないよね、ハリネズミって。動物だよね。だとしたらなんでだろう。いや違う、分かってるよ、動物で分かってるんだけど、植物だとしたらさ、分かるじゃん。あ、10月のお花なんだなみたいな。だから一瞬ちょっとこんがらがっちゃったよね。もうこんな時間なんだ。寝なきゃ。でもその前にちょっとだけプリスクするんだ。今日はちょっとだけ。直哉ありがとう。よし、じゃあちょっとだけ場所移動します。じゃあ次に10月って何って考えると、ハリネズミな気がしてきた。いやしない。え、でもさ、ハリネズミって何なんだろう。ハリネズミって何、動物だよね。てか私、誰よりもショールーム配信とてか誰よりもファンルームにいる気がする。私今コメント書いてたけど、間違いねえ。確かに誰よりもファンルームわかるって、確かに間違いない。マジで、マジで。マジで、ワンチャンショールームも多分一番してると思う、配信。なんか悪いね、皆さん、ユキに付き合ってもらっちゃって。寮長だから、寮長だよ。りょうちゃん、よし終わります。毎日毎日本当に見てくれてありがとう。ぜひルームフォローしてない人はルームフォローしてください。きっと明日の 夜にまた通知が行きます。毎晩毎晩通知が行きます。その時はどうぞゆうきとお話をしてください。そしてファンルームもほぼ毎日います。ぜひファンルームでも絡みましょう。それではみなの衆、今日いっぱいのコメントありがとうございます。ゆうきはとても嬉しかったです。したっけ。バイバーイ、おやすみなさい。りょうちょでした。バイバーイ。